日はね、自分がかなり必需品だと思っているもの、まあその一つを今日はちょっと紹介してみようかなと思ったんですけど、まあそれがこの靴です。最近お気に入り、最近っていうかまあ結構経ちますけど、お気に入りで、もうほぼ毎日と言っていいぐらい履いてるこの靴。パラディウムっていうね、このブランドの靴なんですけど、まあ見たことある方はね、結構いるかもしれないんですけど、ヨーロッパとかでね、行った時に結構置いてあったりしたんですけど、なんかもともとタイヤの会社とかだったかな。なんかタイヤの会社かタイヤで靴を作ってたかどっちか、なんかそういう感じの会社だったんですけど、作りもね、すごい良くて、今すごい汚いですけど、まあこう汚くなっちゃう。ところに行っても大丈夫っていう、靴で、靴自体がなんていう素材なんですかね、なんかこういう感じの音のするものなんですけど、これ防水の靴で、まあ、海行ったり、よくねなんかちょっと濡れてるところとかね歩いたりするんですけど、これもねこの間のあの干潟行った時の Vlog の、土ですね、なんかちょっとあれなんか淡水のところでね、マングローブとかが生えてるところにね、行ったらびちょびちょしてるんですけど、まあ、そういうところに行っても、まあ、大丈夫っていうか、防水って言ったんですけど、構造がね、本当にね、一回も多分今まで水が入ったことなくて、結構このぐらいの高さの傘ぐらいまでね、入るんですけど、まだ一回も濡れたことはなくて、紐取ったらね、こんな感じになっててね、こっちに隙間がないんで、中にね、入んないんですよ、水が。なので、まあ、ここから切れ目があるので、ここまでは、この傘までは大丈夫っていうことなんですけど、まあ、結構ね、深いですよね。そしたらこのぐらいは使っても大丈夫っていう。これをね、ずっとお気に入りでね、買ってから、ほんとずっと履いてますね。どれくらい経つかな？もう数ヶ月、5ヶ月とか経つかな？はい。まあ、毎日ぐらい履いてるんで、まあ、かなりね、おすすめできる靴なんですけど、なんかアマゾンで、買ったんですけど、アマゾンでね、その時は、試着して、まあ、合わなかったりとか、サイズが合わない時だと返品ができるやつが、システムがあるんですけど、洋服とか。これもそのシステムがあったんで、一応、まあ、サイズとかね、確認しながら、ちょっと買ってみようかなと思って、買ったら1回目でね、自分サイズが結構ぴったりで、この靴紐がね、もう1種類ぐらいついてくるんですけど、それもね、なんか可愛くて、まだ使ってはないですけど、模様が入ってるパターンのやつで、レビューに、なんか蒸れますよ、みたいな、のが結構書かれてあったんですよ。で、まあ、蒸れちょっと気になるなと思ったんですけど、まあ、今しばらく使っているんですけど、私はそんなに蒸れるなって感じたことはないですね。個人差が多分あると思うんですけど、まあ、今夏、真夏のね、沖縄で履いてますけど、私の場合はそんなに感じてません。結構ね、レザーの靴とか履くんで、まあ、それと同じぐらいかなっていう、まあ、スポーツシューズとかと比べたら、やっぱ蒸れっていうのはね、あると思いますけど、まあ、レザーのシューズ普段履くので、まあ、それと同じぐらいかなと、はい、思ってます。まあ、でもね、それで防水だったら、まあ、沖縄ね、結構、まあ、一日何回変わるんだっていうぐらい天気がね、変わる時もあるので、まあそういう不安定なね、時とかに結構履いてね、行くと、まあ安心感があるというか、あと思いつきでね、海行っちゃったりとか、思いつきで、なんかちょっとぬかるんだところに、平気で入っていったりしちゃうタイプなので、まあそういう時にね、こういう靴を常に履いてるとね、こういう感じで汚れても、まあ水で流したら落ちるので、まあ、そういう安心感があるというか、まあ仕事としてね、撮影で、ちょっとね、滝みたいなところ行ったりとか、ちょっとハイキングがあるような撮影場所とかに行くときにも、結構この靴を履くようにしていて、それはね、足場が悪いところとか、まあ、水かさがあるような場所でも履いていけるっていう、海の撮影とかでもね、自分が少しだけ水に入った状態で撮ったりとか、するときにもね、かなり便利なんで。で、この靴のもう一個いいところが、機能性もね、結構良くて、滑りにくいというか、後ろがね、結構こんな感じで、結構ボコボコしてるんですよ。はい。なので、まあ、ツルツルしてないのでね、結構こう、かかるっていうか、なんか身詰まっちゃってますけど、ちょっと汚いですね。はい。結構溝が深くて、滑りやすくないね、靴の方だと思います。はい。横から見てもね、結構ギザギザ。あとはこのちょっと、なんていうのかな、安全靴っていうか、ちょっとタフな感じの見た目も結構好きでね、これ履いてます。なんかそういう、どこでもガシガシ履いていける靴、
探しの方やったら、このパラデウムのね、こっちか、はい、このパラデウムの私は結構お気に入りで履いてます。とりあえずこの靴を履いていれば安心感があるっていう靴です。はい、まあ、たまにねこういうお気に入りアイテムをね紹介しようと思います。今日はこれからこの庭のこの子たちのちょっと剪定だったりとかお世話をして、夜はねちょっと運動しに行ってきます。しかも今ノイズキャンセリングフィルター入っちゃってて、ちょっと今日音声が変だったかもしれないんですけど、また次の動画でお会いしましょう。